ちは。やる前から楽しくてしょうがない。そうですね、楽しみです。江戸で活躍していた葛飾北斎の東北斎の娘大井が東北に何やら妖怪が出るらしい。その妖怪を描きに行く物語です。まあ、実際にその行く場所はあの秋田県で、あの、まあ、男鹿半島なんですけれども、そこは今あのナマハゲ、まあ、ナマハゲ伝説で有名なところなんです。あのナマハゲが一体こうどういう由来でナマハゲになったのかというところを、浮世絵はものすごくあの世界に影響を与えて、まあ、例えばあのフランスであったりオランダのこの画家にも影響を与えて、まあ、例えばその大胆な構図とか省略とかですね、あのそれから面白いポーズとか、それから視点の楽しさっていうところがその浮世絵の中にすごくあって、まあ、それがあの、まあ、モネの睡蓮みたいな世界であったり、あのゴッホであったり、あの当時 の、 あの建築家であったり美術家にすごく影響を与えたというふうにあの言われて、建築家もなんですね。ドビュッシーの船歌、音楽にもね、そうですね、なんか印象がの元になったのもそういうジャポニズムがあると言われていますよね。そうですね、だから音楽にも影響を与えているので、まあ、今回はそのオペラですから、あの美術的な要素もあるし、歌という形で出てくるわけですけれども、画家は、一度自分でイメージしてから自信があるものを描くと思うので、オペラに出てくるような若い女の子の役よりもちょっと資料深いような感じですかね。でも面白い題材を常に探している好奇心旺盛なキャラクターにしたいと思います。レツカティボンにあたるところがかなりコミックみたいな感じになっていて、ミュージカルとも違うし、結構あの、覚えやすいメロディーで、キャッチャーって言うんですよね、ああいうの。キャッチャーなフレーズが多くて、これはあの完全に楽しめると思います。その辺と、あと太鼓、パーカッションの部門がすごく発展したようなオペラになると思います。楽しみですよね。あの和の要素が結構強いし、あの和太鼓ドーンっていうのがお腹にこう響きますから、ドーンってくるのがね、重度があるので、こう聞いてて楽しい感じになるし、迫力もありますよね。